里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今回ですが、はい、もうちょっとそもそもの話をしたいと思います。何ですか、そもそも。そこまで佐藤さんのことをまだ分かってない気がするんですよ。お互いね。お互いそうですよね。これだってね、はい、いきなりやるってなって、はい、いきなり行って、いきなりいたんですもん、僕からしたら。そうですよね。あの、今日からお願いしますっていう感じでしたもんね。ああ、じゃあ、ああ、みたいな。ちょうど豊さんと知り合いだったので。生い立ちというか、いつ野球始めて、どんな子供でどんな野球少年だったんだっていうことは、まあ、多分おそらくほとんどの方知らないと思うんですよ、うん、里崎智也の人生をヒストリーですか。ヒストリーを語っていただきたいなと思いましてでも野球を始めたのは小学校2年生です、はい、大津西小学校っていうところなんですけど、はい、1クラスしかなかったんですよ。で、僕のクラス40人で1クラスだったんですよ、はい、で、男が19人、はい、女の子21人だったんですよ。男の方が少ないんですね。はい、3分の2野球部だったんですよ。そう、19人中3分の2。はい、自然の流れで野球部に入る感じですよね。ここが野球が強いから入ろうとかじゃなくて、そうそう、地元で行ってる、住んでるところでね。はい、で僕たちの野球部っていうのは、はい、まあ、東京でいうとシニアとかボーイズとかポニーとか、はい、ヤングとかいっぱいありますけど、うん、そういうのじゃなくて、はい、スポーツ少年団、小学校の野球チームなんですよ。だから、まあ、はい、いわば部活みたいなもんなんですよ。あ、部活でじゃあ始めたみたいな。はいはい、まだ僕は子供の時は人数も多かったんで、はい、1年生か6年生合わせて、全部合わせて100人弱ぐらいいたのかな。お、まあ、昔は僕のところ地元だと男は野球、女はバレーボールみたいな感じで、うん、他のサッカーとかあとは体操とか、うん、他のことするには送り迎え行ったりとかするんですよ、はい、市の施設スポーツクラブに行かなきゃいけないみたいな感じ で、うん、はい、でそうなると、まあ、うちも共働きだし、うん、まあ、なかなかできないんで、まあ、友達が入ってる、はい、で野球部に自然と入っていったんですよ。2年生で始めた里崎少年は、うん、才能というかどうだったんですか。よくで 最初は遊びっすよね。だって6年生までいるんですから、はい、そんな練習とかできないじゃないですか、はい、だからグラウンドの端っこで壁当てしたりとか、はい、もう端の方で遊んでるだけですよね、最初のうちは。ポジションとか決まってたんですか。いや、まあ、その決まってることはないですよね。いろんなとこやって、そうそうそう、まあ、いろんなとこポジションとかもつくほどの練習もしないですよね、いわばじゃあチームとしてなんか試合したりとかもあったんですか。3年生になって D チームですよA チームがまあ6年生したい、D チームが3年生したいみたいな、いかみたいな、D チームとかです、うん、3回でね、3回とかです短い試合をやって、はあ、やったりとかして、はい、で、じゃあいつからその才能がこうちょっとメキメキと見え始めたんですか。最初ショートだ、ショートセンターショートキャッチャーだったんですよ、はい、小学校4年生でキャッチャーだったんですけど、それまではショートセンターショート、まあセンターぐらい反さないですよね、はい、イコールセンスあったのかな。おー4年生でキャッチャーになったんですけど、そのキャッチャーになったのも、うん、その一つ上の学年の人がキャッチャーやってて、はい、で監督にキャッチャーやれって言われて、はい、やったらそこそこできて、で肩が強かったん で、はい、でそれでそっからずっとキャッチャーなんですよ。プロで引退する時もね、はい、その4年生の時にキャッチャーにした監督も来てたんでね、はい、監督がね、見る目があって僕をキャッチャーにしたのか、はい、たまたましたことが奇跡的にすごくなったのかは分かりませんけどっていう、はいはい、だからそのチョイスもね、まあ、僕にとってありがたかったし、はい、でもその小学校の練習、はい、冬場エンドレスマラソンですからね。ずっと走る練習なんですか。マジきつい。つらい。だからまあ寒いんで道具とかほぼ使わなくて、はいはい、ずっと走る。もう1日何キロも走ります、うん、もう体力付けってことですか。はい、で山もあるんで、はい、まあ、もちろんあの田んぼの周りのあぜ道みたいなところを走ったりとか、うん、インターバル走でダッシュ系やったりとか、はい、山に走りに行ったりとか、はい、坂道行ったりとか、であとはなんかサッカーとかしたり、はい、あのそういう遊びの中でのトレーニングとかもありますけど、うんうん、エンドレスマラソンです。うわー、でもそれがやっぱり生きてきたところはあったんですね。だからそれで体力がついたっていうのがあるかもわかんないです、うん、これちょっとこう失礼に当たったら申し訳ないんですけど、体型はどうだったんですか。体型はね、はい、あのこんな感じの小さいバンス、そこまでデブじゃないですけど、はい、でもだって小学校の時足速かったですからね。あ、そうなんですか。僕多分短距離だったら1に争うぐらい速かったです。すごい。運動神経はやっぱすごい、その日が良かったんですね。そうですそうですそうです、まあ、自分でそうですっていうのもあれですけどいやいや、良くないとプロ野球選手になってないですからねで中学は、中学校はそのまま市の中学校に行って、はい、だからあの何校6校ぐらいが集まる中学校で、うん、はい、その中学校は1学年400人ぐらいいるんですよ。うわ、いきなり1クラスから10クラス、はい、中学校の時なんて1年生の時は球拾いのみですからね。だから3年生が引退するまではほぼ手伝いです。へえ、じゃあ全然練習あんまりしてないんですね。全然してないです。もうキャッチボールすらないですよ。キャッチボールの冒頭の後ろのカバー、はい、
で3年生がいなくなって初めてちゃんとした練習始まるんですよ、はい、そっからもうまだまだ大した練習しないですよ。3年生になっても、はい、さあ練習しようかっつっていきなりバッティングっす、はいはい、バッティングして、うん、終わりっす。待って待って、それしかしないんですか。それしかしないです。じゃあ佐藤さんはどうやってプロ野球選手になるぐらい上手くなったんですか。だから、ね、なんか天気みたいなのあったんですか。天気は、はい、どこなかったです。なんか好きなようにやってたら、だから中学校まで好きなようにやってて、はい、で中学校も春夏徳島県下1位ですから。で四国大会で決勝で負けて春夏ともに四国大会2位だったんですけど、はい、だって毎日バッティングで終わりですよ。で塾とかあったら帰っていいんで、はい、バッティング最初にやって、じゃあちょっと塾あるから帰るわーって言って、塾行ってたんですか、はい、行ってたんだ。でみんな塾があったらどんどん帰っていくんですよ、はい、へー。好きなようにやってただけ。ほんで中学校の時も冬はお城が立ってる山があるんですよ、はい、そこにエンドレスランニングです。へー。階段登り縦横往復したりとか、はい、で海岸線を走って帰ってきて終わりとか、はい、だから冬はとにかく走ってましたね。じゃあ技術的なことってあんまりやってないんですね、うん、だから体力、だから小中は体力作りすごいしましたね。へえ。であとはもう楽しく技術練習。なんかもう今からプロを目指して頑張ってる中学生とか今どうしようってなってるんじゃないですか。こんなんでもなれちゃうのか。なれるんですよ。だから逆に言ったらそんな厳しく技術的なことをパッケージっていうか箱に収まりられてないから、はい、だから僕の技術ってちょっと変わってるでしょ。肩にはめ込まれてないんで自由にやってきてるから、はい、自由な感じが身についてるんですよ、はい、投げるのもちょっと横から投げたりとか、はい、別にバッティングも変な形だったのか、はい、まあ、僕にとったら理にかなってるんですけど、はい、だからあまり強制的に教えられてない分、うんうん、まあ自由にできてるっていうところが、まあ、この中学校までで自分の個性として、まあ、体力強化はめちゃくちゃやらされましたけど、はい、技術的にはフリーな感じで育ってきましたね。じゃあまあ小中は体力付けをした、はい、あとはもう楽しくやるっていう。高校はじゃあもう楽しく。高校からは厳しかったっすね。おお、厳しかった。厳しかったっすね。もうじゃあプロへの道はここからですね。まだっすね。まだここからも修行っすね。修行、はい、何修行したんですか。いや高校の時、はい、僕入学した時、はい、ベンチプレス50キロ1回しか上がらなかったんですよ、はい、へえ。50キロ1回っすよ、はい、スクワットなんて機械で測ってんのに100キロ上げれてなかったんですよ、はい、でそれをあのトレーニングしっかりする高校だったんで、はい、トレーニングしっかりやって、うん、卒業する頃には80キロに3回上げれるようになって、はい、スクワットもバンバン100キロ以上バンバンできるようになったんですよ、はい、体力がめっちゃついたんですまた、はい、だから飛距離バンバン伸びるようになったんですよ、はい、だって50キロ1回が80キロに3回上げれるようになって、スクワットも100キロ上げれなかったのが100キロ以上全部上げれる、はい、そのトレーニングのやり方を学べたっていう高校時代は良かったですね、はい、そういうプロテイン飲みながら、今なんてね、うん、美味しいプロテインいっぱいありますけど、はい、その時なんてめっちゃまずいプロテインでも、うん、プロテイン飲みながらトレーニングして、うん、だから飛距離どんどん伸びていったっすね。高校はスカウトで入ったんですか、野球の。あ、まあまあ先生に誘われて、まあ、5校ぐらいから来てたんですよ、お誘いが。うまかったんだ、うん、でもその時に話を聞いて、はい、先の未来のことまで考えてくれてる先生のところに来ましたね。へー。何を先を考えてくれてたんですか、それは。やっぱりこう卒業した後のことまで考えてくれてたんですよ、進路とか。本人の努力次第だけども、はい、しっかりできればこういったところで高校がだけで終わりじゃなくて、うん、その先のこともしっかり考えてサポートしますよ、うん、みたいな感じで唯一言ってくれたんで、すごい惹かれましたね。あ、そうなんですね。だから僕の15歳の決断が僕の人生を大きく変えたと思うんです、はい、じゃあ高校のその高校に入ったことが、そう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 、結構転機というかになったっすね。それが一番っすね。その高橋宏先生っていう、はい、あの去年まで早稲田大学野球部の監督だったんですよ。その先生のおかげで今の僕があることはもう確かなんですよ。へえ。じゃあそれがなかったら今ないですよ。小中、はい、徳島県1位ですよね、はい、高校気にならないですか。あ、でも甲子園出てないですよね。出てないです。夏の最後の大会、はい、3回戦コールド負けです。うわえー、佐藤さんがいても。しかも実質2回戦スタートだったんで、はい、実質1回しか勝ってないんですよ。うわ寂しいですね、はい、それもめちゃくちゃ弱かったです。でもその高校に入ってよかったって思うわけですよね。僕その高校になったからこそ、うん、その先がありますよね。その後の帝京大学でしたっけ、はいはい、入りましたけど、それはどういったこう選択だったんですか。まあ、この秘密はですね、はい、第2部ですね。ここまではこれ徳島県の話ですね、はい、ここから東京に巣立ちますから。里崎智也上京物語を。そうですそうです。上京物語でまたプロに近づいていくんで、はい、まあ、そこの話はまだじっくりしたいと思います。わかりました。まだ徳島止まりで、はい、これから飛行機乗ります。はい。